の公議積分と一致するという定理です。これを今から証明していきます。これは非常に重要な定理です。では証明していきましょう。 C 上の F の複素積分はこの部分とこの部分に分けられます。実軸上の積分を求めたい、 R を極限を取っていきたいと思うわけですが、 C を単一平曲線で実軸上の部分と第一象限第二象限に踏み込む方とで分けます。そうすると C は半円であるガンマと実軸上の和になります。よってここで両辺極限を取ると FZ が条件2を満たしていますから、こちら側が0になってくれるわけですね。条件2を満たすとこことここは同じものですね。これが0になってくれるということが、この条件2式を満たすことで保証されるわけですね。こちらが0になるということは、実軸上の積分だけが残るわけです。これはここで一旦終わりですね。で、さらに、括弧2という条件、もう少し使いやすくしたいということで、ここの部分を、関数 FZ が極限が存在するという条件に変えることが実はできます。この時、結論は同じで、括弧4という結論が成り立ちます。この部分ですね。では証明していきましょう。FZ に Z の形状をかけて、それが収束するという括弧5の条件を満たすようにしておきます。A が M より小さいとなるような整数 M を選んでいきましょう。したがって十分大きい正の数 R について、ガンマ上の Z に対して次のことが成り立ちます。Z の形状というのは、F と掛け算をして収束しています。で、A というのは絶対値を取って M 以下となります。そうすると収束先が A ですから、ここからこれを導く値を足しておきましょう。で、どのように証明するかと言いますと、極限を取ると、これが2のイプシロンに対してスモール m があって、Z が M より大きいならば、Z の KFZ というのはイプシロンで抑えられるというものですね。ちょっとページを一つ増やしましょうか。2のイプシロンに対して適当な M を選ぶと、Z が十分大きいのであれば、収束させたい関数というのは、A との差がいくらでも最初に選んだイプシロンという小さい数で抑えられますというのが、これがと Z 矢印 A の ZKFZ イコール A。これ同じことです。特にイプシロンイコール1と選ぶと、ね、足す1ですね。ここも N と置いてるんですね。で、選ぶと、ここの記号も合わせましょうか。R というふうに教科書にはなっているので、R があって、Z が R より大きいならば、これが従うというものですね。定義ですので、厳密に書くとこのようになるということです。これは微積で学習している内容になります。微積の内容なので立ち入りませんが、この書き直しはいつでもできるようになっていた方が良いですね。で、特にエプシロンを1として選ぶと R が存在して、Z が十分に大きいのであるならば、これが1と。ここは丸1です。ここからわかることは、適当に大きい Z に対しては、Z、K、F、Z の絶対値が A たす1で、これを今 M と置きましょうということになって、ここが従うわけですね。少し細かく、ここのところのなぜならばを書き足しておきました。ここまでですね。で、戻りますと、これが従う十分大きい正の数 R についてガンマ上の Z に対して、 Z が R より大きいならばガンマ上の Z に対して
次のことが成り立つというガンマは半径が R ですね。今取った十分大きい R で半径を選んでおけばいいわけです。厳密に言うと R0 を取って適当に大きいその R0 より Z が大きければ M で抑えるということができます。でここで Z の形状なので R0 の形状とすることができます。ただし K は1より大きいとしておきます。で条件2が成り立つゆえに公式4は成り立ちます。条件2というのは何だったかと言いますと、これですね。FZ が R の形状分の M でバウンドできる、カッコ2というのは、半径 R が十分に大きいときに、FZ は Z がガンマ上の任意の点であるときに、こうしたバウンドがある。このカッコ2を今満たしているわけですね。カッコ2を満たすということは、すなわち4が成り立つということを意味しています。これによって、流数定理と合わせると次のことが成り立ちます。数 FZ が実軸上に特異点を持たない。これは大事な条件です。で条件2が成り立つか、極限5が存在するということが保証されると、その積分の値は 2πi を、ここ分子にあったものをかけてますが、これが流数の和で記述されるというものです。ただし、ここで上下平面にある FZ の極、これが考えている領域、単一平曲線の中に入ってくる極ですが、その極も流数の和で書けるわけです。ここで改良されたのは、極限5が存在するということで条件2が満たされる。したがって、同じ主張、カッコ6が成り立つ。カッコ6を成り立たせるような条件が、条件2だけではなくて、極限5を見れば良いというふうに広がったということです。カッコ2は上からバウンドできるような十分大きい R があって、そのような R でバウンドできるような FZ の絶対値の大きさが保証されているということでしたが、極限の存在から先ほどのカッコ2に持ち込んで4を帰結することができるということをご説明しました。では、例題を解いてみましょう。Z4 乗分の1、これ実軸上に特異点がないですね。こういう問題は簡単に今の方法で解きます。